巨大で常にお腹が空いていて、星を引き裂いて光ですらその重力に逆らうことができない存在、そんなブラックホールが存在すると皆さんは信じていますか？存在なんて不可能だと思います？数学的に言えばどうでしょう？今回はそんなブラックホールのお話です。ブラックホールは大きな星が人生のサイクルの終わりに行き着く際に現れます。最終的に全ての資源を失って自ら燃えてしまいます。太陽などの小さい星はその後クールダウンして褐色矮星になりますが、超巨大サイズの星には不可能です。クールダウンするのではなく巨大な超新星に変わり、その後星の残りは自分自身の重力で崩れて無限に高密度な点になります。これはかなり質量がある小さい点です。結果、生まれたブラックホールには自称の地平線というものがあります。これは光の速度をもしのぐ宇宙の恐ろしいエリアです。自称の地平線の先には膠着円盤があります。これはかなりのスピードで回転するブラックホールに引かれるガス状のもの。通り抜けることのできない自称の地平線のベールの向こうには特異点が存在します。特異点とは、密度が無限となり我々が知っている全ての自然の法則を破ってしまう点です。ここまで来ると数字が無限大になってしまうため数学もお手上げです。つまり特異点は存在すべきではないと言えるでしょう。ブラックホールは周りの物質を飲み込むだけではありません。飲み込んだ小さな分子のすべての情報まで吸収します。量子力学では情報をただ単に現実から消してしまうことはできません。しかしこれこそブラックホールがしていること。ブラックホールはゆっくりと蒸発して質量とエネルギーを放出するものの、この情報を宇宙に還元しません。これはありえないはずなのです。天文学者はブラックホールのような見た目と動きをする何かを見ているものの、数字やブラックホールはたくさんの自然の法則を破らずして存在することはできないと証明しています。また特異点は超新星の中で形成されるはずがなく、星はただ単にブラックホールを作り出すことなく爆発するはずだと複数の科学者が示唆しています。情報がただ単に消えることがないのであれば、もしかして他の場所に行ってしまったかもしれません。いくつかのシミュレーションによれば、ブラックホールの中に特異点は存在しません。これらのシミュレーションの中で、自称の地平線の中の圧力は異常なまでに高まり、その後突然下がります。つまり、ブラックホールの中心の向こうには何かがあるということです。これは時空を走るトンネル、そう、あのワームホールかもしれません。そこで現れたのがホワイトホールという考え方です。これはブラックホールの反対の双子のような存在です。物質と周りの情報を吐き出して、自称の地平線の先には光を含め何物も通しません。ホワイトホールは論理的には存在するはずですが、実際の宇宙には見つかっていません。これらはワームホールの出口地点かもしれず、我々が目にすることはできないでしょう。我々が見ることができるのは入り口、つまりブラックホールのみなんです。ホワイトホールは宇宙の届かない地点、例えば別の宇宙にあるという可能性もあります。ありえない特異点ではなく、もっと想像しやすいものが我々には必要だと考えている研究者もいます。そのため実在しない方が我々には好都合かもしれません。ダークエネルギーという概念です。このおかげで2つの問題を同時に解決することが可能です。しかしダークエネルギーが絶対に存在すると言えるまでには不確定要素が多すぎます。ブランクスターは特異点の代わりとなるもう一つの候補です。このような星は無限の密度がある点に比べるとより明確でしょう。さらにプランクスターにはブラックホールの自称の地平線を超えると失われてしまうとされる全ての情報が含まれています。時間とともに質量は失われるものの、プランクスターは大きくなります。どこかの地点で自称の地平線に出会い、残りの質量と情報を爆発させてブラックホールを消し去ります。天文学者がブラックホールをどう扱うかに関係なく、ブラックホールがなければ宇宙は今までと同じようにはいきません。我々が知っているどんな銀河の中心にもかなりの重さがあるブラックホールが存在します。これらのブラックホールは銀河が形成され始めたずっと昔に現れたものかもしれません。銀河に形を与えて一つに留める怒りのような存在の可能性もあります。ブラックホールがなければ銀河は存在しないか、全く別のものになっているはずでしょう。そうでなければブラックホールは銀河より後に生まれてかなりの破壊を引き起こしていたかもしれません。この場合、新しい星が生まれる銀河の中心にたくさん飲み込めるものがあるため、かなり質量が増します。
巨大で年老いた星が恒星ブラックホールになる過程で超新星になるのではないとしたら、起源素が宇宙中に広がることはなかったでしょう。そのため地球にはリンや窒素が存在しなかったはずであると考えられます。これらが存在しない場合、地球では生命が形成されず、人間は存在していなかったはずです。ブラックホールは最終的に宇宙すべてを飲み込むと信じている人もいます。そのため実在しない方が我々には好都合かもしれません。しかし現実的には宇宙は大きすぎます。最大のブラックホールですら宇宙の遠いところにある星を引き寄せるほど強力ではないでしょう。周りに飲み込むべき物質の存在しないブラックホールは完全に無害です。ブラックホールは天文学者が宇宙のかなり遠い場所を観察するにも役立ちます。重力場は光を引き寄せて虫眼鏡のように機能します。イメージを歪ませますが、認識できないほどではなく、これによって人間がより宇宙を知ることができます。ブラックホールの存在はかのアルベルト・アインシュタインによって1905年から1915年にかけて構築された一般相対性理論の中で初めて予測されました。この理論によればブラックホールは存在するはずです。しかしどんな望遠鏡を使っても見ることは困難です。そのためブラックホール自体を探すのではなく、天文学者たちはブラックホールの影響を受けた星や雲を探します。ブラックホールは重力で全てを引き寄せて周りの空間をかき乱します。ほとんど目には見えない X 線を発する巨大な物体の周りを回る星が天文学者たちによって観測されたことがあります。これによって科学者たちはある意味ブラックホールを見たと言えるでしょう。2つのブラックホールがお互いに衝突すると宇宙に重力波と呼ばれる波紋を起こします。重力波も科学者が実際に観測できるものです。そしてついに2019年には科学者たちはブラックホールの写真を撮ることに成功しました。ブラックホールが存在するという証拠は否定するには多すぎます。数学では不可能と証明されるかもしれません。しかしこれは科学でまだ証明されていない誤解が原因でしょう。残念ながらブラックホールの中を直接観察することは不可能です。我々が探査機を送る方法を見つけたとしても、ブラックホールの重力の前にひれ伏すことになるでしょう。仮に地上の地平線の先に行けたとしても、そこから情報を持って帰ることはできないはずです。なかなか難しい状況ですね。今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。